り脱ぎますね。おおおおおおマイガー。さあユニフォームを脱いで、これはスクール水着ということで、さあ野村さんよろしいですか。はい、スクール水着だと思います。ナイスボールでしたね。そうですね、はい、秋田県出身の壇蜜さんによる始球式でした。いやまあ何かあるだろうなと思いましたが、はい、まあ、こういうことだったんですね。まあ、僕先発ピッチャーだったら投げたくないですね。あ、やはりちょっと心乱れますか。やっぱり集中力持っている場面でこうなるとね、やっぱ決していいとは言えないと思いますね。そういう意味でラルーの立ち上がり注目と、はい、まあ、逆に外国人で良かったかもわかりませんね。あ、なんかまたつば九郎とパフォーマンスを、やはりこの辺りがですね、はい、ダミーさん売れっ子ですが、そうですね、サービス精神が豊かです。はい、さあそれでは両チームのスターティングラインナップ簡単にご紹介します。まずベイスターズです。1番石川、2番梶谷、クリーンナップがモーガン、ブランコ、中